世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。箸に始まり箸に終わるという言葉があるほどに、和食の作法として欠かすことができない箸は、生後100日目にお食い初めとして初めて触れ、その後幾度となく毎日の食事で使用します。葬儀ではお骨を箸で拾い上げ、そしてお供え物のご飯にはお箸を立てて供養をします。日本人にとって箸は日常生活で欠かせない道具であると同時に、人と神様を結ぶ橋渡しをする役割があると考えられている、とても大切なものです。そんな箸が海外の人々の間で話題になっていました。今回は箸に対する外国の感じることに関する話題と、それに対する海外の反応をご紹介します。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。人間が箸やナイフ、フォークやスプーンなどの道具を使うようになったのは、人類が火を使い出したことにより熱くなったものを取り扱うためだと言われています。そしてそれぞれの地で気候や風土、宗教や文化などのたくさんの要因が加わり、それぞれが独自の食文化を作り出してきたのです。それらの食文化は、おおむね箸とナイフ、フォーク、スプーンを使用するカトラリーと手に分けられます。食事に用いる道具で世界を区分してみると、手づかみで物を食べる手食文化圏は東南アジア、中近東、アフリカなど 44% と世界のほぼ半分を占め、ナイフ、フォークを使用するカトラリー文化圏はヨーロッパ、アメリカ、ロシアなど 28%、 お箸を使う箸食文化圏は日本、中国、韓国、ベトナム、タイなどで 28% だそうです。幅広く東アジア一帯に広がり、世界的に見ると決して珍しくはない箸食文化ですが、カトラリー食文化圏に住む人からすると違和感を感じる人も多いそう。以前、あるアメリカ人男性がネット上に、なんでアジア人って箸を使っているの？フォークの方が使いやすくない？と疑問を投げかけたところ、それに対して多くの国の人々から意見が寄せられ、大いに盛り上がりを見せていました。その反応についてまとめてご紹介していきます。海外の反応。どう考えてもフォークの方が優れてるよね。同意だね。僕も箸よりフォーク、ナイフ、スプーンの方がどんな食べ物であれ食べやすいと思ってる。箸が使われ続けていることに疑問しかない。いい加減にアップグレードすればいいのに。アジアでは何百年もの間ずっと箸が使われてきたのに、今さらやめる必要ないでしょ。伝統文化を否定する権利なんてどんな人にもないよ。フォークの方が優れてる？おいおい、逆だろうが。箸はバリエーション豊かで、いろんな使い方ができるんだからさ、箸の方が万能だよ。そういえば、アジアの映画やテレビとか見てても、みんな箸を使ってるよね。まあ、麺料理を食べることに関しては、箸の方が絶対に食べやすいと思うけど。僕は、ラーメンだってフォークで食べるよ。パスタと一緒さ。箸で食べると生きているのかと思うほど暴れ回るんだよ、麺が。アジア人が全員箸を使っているわけでもないよ。タイの人はフォークやスプーンも多用してる。そうそう、タイ人はほとんどの料理をスプーンとフォークで食べてるよ。タイで箸を使うのは麺料理を食べるときだけ。それ以外で使うのはかっこ悪いことだよ。逆を言えば、欧米人はなんで箸じゃなくてフォークを使ってるの？私も箸はとても優れた発明品だと思うけど。文化的なことだよね。アジア料理はほとんどがナイフで切る必要がない状態だもの。個人的には箸で食べる方がエレガントに感じるよ。
でも僕の国ではナイフやフォークで食べるのに適した料理が多いからわざわざ箸では食べないけど。中国ではテーブルでナイフを使って食べることは野蛮だとされてたんだよ。孔子の教えであるだろう。君子、厨房に近寄らずってやつさ。彼は食卓で刃物を使うことは許さなかったんだ。だから食卓に出す料理はナイフを使わなくてもいいように切り分けられて出される。さあさあ、アジア料理はほとんどナイフを使わないんだよ。だから必要ない。ステーキはどうするの？だからあらかじめ切り分けてるんだって。国によっていろいろ違いがあるんだよ。インドは手で直接食べる文化だしね。価値観の違いだよ。人それぞれだ。フォークやナイフは金属同士のぶつかる音がうるさかったりするけど、箸は静かだよね。いや、箸でもスプーンでも不快な音を立てる人は存在する。口からあらゆる不快な音を出す人もね。なんで彼らが箸を使うようになったかというと、箸は非常に優れてて効率的だからだよ。私はアジア人じゃないけど、箸は一度使い方を覚えるとその凄さがわかると感じているわ。フォークは産業革命に入るまでヨーロッパでもほとんど使われてなかったんだよ。一昔前まで金属製のフォークを使えるのは貴族とごく一部の人たちだけで、一般庶民や農民は木でできた不格好なフォークやスプーンしか使えなかった。西洋人はほんの数百年前までほとんど全て手づかみで食べていたらしいね。パスタだって手づかみだったって聞いたよ。このせいで病気が蔓延していたって。俺から言わせれば、なぜ箸を発明しなかったのかと逆に聞きたいけどな。箸は簡単に作れて安いおかげで一般庶民もみんな使えたんだから。箸の歴史はかなり古いんだよね。他の国々が食べ物を手づかみで食べてる時に彼らは箸を使用していたんだ。僕はインド人だけど箸は使ってないよ。周りの人で使ってる人もそんなには見ない気がする。アジアといっても箸が広く使われてるのは日本、中国、渓谷、ベトナムとかだからね。僕の彼女はフィリピン人だけど、彼女には箸を使って寿司を食べる方法を教えなきゃならないほどだったから。フィリピンは手で直接掴んで食べるか、フォークやスプーンを使うんだよね。正直、サラダは箸の方が食べやすいと思う。でも、スープはスプーンの方が食べやすい。料理用の箸って素晴らしいキッチン用品だと思う。上手に使えば、それだけでこと足りるようになるのよ。アジア人が箸を使っているのは、単純に箸の方が優れているから、だろうな。オーストラリア人だけど、ポテチやピーナッツを食べるときは箸を使って食べる。手が汚れないから便利なんだよ。それ、アニメでやってるのを見たことがある。その時はとても素晴らしいアイデアだと感心したものだよ。フォークを使ったらポテチが割れちゃうもんね。渓谷にいた時はみんな金属の箸を使っていたんだ。金属の箸って木製の箸よりも扱うのが難しいんだよね。渓谷の料理屋に行った時にその金属製の箸に出会って苦労したよ。7年くらい箸を使ってて慣れてるはずなのに、韓国の箸は使いづらくてしょうがなかった。私はインド人だけど、お米は手で食べるのが一番美味しいぞ。僕は箸よりもナイフとフォークの方が好き。箸もちゃんと使えるけど、料理はナイフとフォークで食べてるよ。箸ならどんな状況でも使える。反対にフォークは寿司や餃子だといらなくなる。箸は使っていて面白いだけでなく、アジア人らしい食事体験ができるから好きよ。米文化だから箸だって言うけど、箸で米ってつかみにくくない？箸もスプーンもフォークも
全部使えばいいんだよ。そうすればどっちが優れてるのかなんて議論なんて起きなくなるだろう。以上が海外の人々の反応でした。非常に多くの意見が飛び交っていましたね。箸は使いやすいし便利だという意見はカトラリー文化圏の人々の間にも見られ、ポテチを箸で食べるという強者も存在するようです。自分にとっての当たり前は他の人にとっては当たり前じゃないということがよく見て取れます。アジアの箸食文化圏の中でも食事作法には国によってかなりの違いがあるようで、箸とサジをセットで使うスタイルが大半であり、箸のみで食事をするスタイルは日本独自のものなんだとか。そのため日本はただ一つの完全箸食文化圏とも言えるそう。ちなみにお椀などの器を手に持って食べるのも、自分だけの箸が存在するのも日本だけの風習のようで、一言で箸と言っても素材や形は国によって様々な種類があるようです。とはいえ現代では日本の一般家庭でもフォーク、ナイフ、スプーンはもちろん、レンゲも広く使われているでしょうし、ポテチを箸で食べる外国の方がいらっしゃるように、食文化は時代とともに変化しているのでしょう。相手が特に大切にしている文化について耳を傾け、理解し尊重することは自分自身にも新しい気づきや価値観を生むきっかけにもなります。多様性を認めてできる限り許容してみると、多くのことを面白く、そして便利に感じられるかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。